マリアーナ・ビトリア・デ・ブラガンサは、ポルトガルの王族。ポルトガル女王マリア一世とその福君ペドロ三世の間の次女で、スペイン王子、ガブリエルの日。全名は、マリアーナ・ビトリア・ジュゼファ・フランシスカ・シャビエル・ディッパウラ、アントニエータ・ジュアーナ・ドゥ・ミンガス・ガブリエラ。マリア一世女王夫妻の第五子、次女として、ケルス宮殿に生まれた。宣令名は、 母方の祖母マリアナ・ビクトリア王太后にちなむ。マリアナ・ビクトリア王太后が1777年に兄のスペイン王カルロス3世とポルトガル、スペイン間の同盟について協議するため母国スペインに赴いた際、ビトリア王女とスペイン王のお気に入りの息子であるガブリエル王子との結婚が取り決められた。ガブリエルはビトリアの十王子にあたる。 1785年4月12日にビラビソザの公爵宮殿で神父ビトリアのみの代理結婚式が行われ、ビトリアと神道ガブリエルは5月23日にアランフェス王宮で初めて対面し、その後披露宴が模様された。ビトリアは夫ガブリエル王子が所有するエルエスコリアル修道院敷地内の巨漢カシータ、デル・インファンテで暮らし、 夫との間に三人の子供を設けた。しかし、第三子カルロス・ホセの出産直後の1788年11月2日に、わずか19歳の若さで亡くなった。生まれたばかりのカルロス・ホセも母の死の一週間後に死に、そして夫ガブリエルも天然痘に罹患して、同月23日には休止した。夫妻の三人の子供のうち長男、ペドロ・カルロスだけが生き残ったが、 孤児のペドロカルロスは、母方の祖母マリア一世人の手元に引き取られて、養育され、ポルトガル王家の一員となった。ありがとうございます。